苦手な人とどのように接していますかたぶん無理やり仲良くなろうとしたり頑張って会話をしようとしたりしている人もいると思います人間であれば一人くらい苦手な人はいると思います 今日は苦手な人との接し方について話したいと思います私の苦手な人は職場にいます職場といってもチームは違うので関わることはありませんですが以前同じチームだった時は大変でした 毎日関わるので、まあ、避けることもできなかったという感じですなぜかその人と話したり近くにいると嫌な気持ちになってしまいます別に何か嫌なことを言われたとか そういういわけではなくて本当に合わない人でしたそういう時はもう離れるのが一番いいと思います嫌な気持ちになってまで付き合う必要はありませんなので苦手な人とは距離を置くそれが一番です 私もチームが離れてからとても気分が楽になりましたこうやって自分が嫌な気持ちになる原因を取り除くだけで毎日が幸せに過ごせるようになりますなので今は無理して苦手な人と交流をしている人は 少し距離を取ることから始めてみてはいかがでしょうかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this please consider making you monthly to to podcasts contribution us want create Please a small monthly contribution at sakuratips.com can get Japanese help month get じゃあまたねー